来てる？電話よ。もしもし。俺。どちら様？おはよう、ケイチ君。骨坊さんだね、きっとね。レナか。こんな朝っぱらから何の用だよ。朝っぱらってことはないと思うな。もうお昼だよ。で、なんか用か？ちょっと待ってね。今、兄ちゃんに変わるよ。グッモーニング、ケイちゃん。日本語で言うなら、おはよう、ケイちゃんってとこかな。ついでに中国語とドイツ語とロシア語でも言ってみろ。ニハオ、ケイちゃん。グーテンモルゲン、ケイちゃん。ロシア語？いるわけないでしょ。まあいいや。バカな話してたら目が覚めた。そりゃ結構なことで。でさ、ケイちゃん今日暇？ケイちゃんが大丈夫なら全員揃うんだけどな。そうだよ。まあ普段の激戦を思えば休日くらいのどかになんて思ってるかもしれないけど、そりゃ甘いよ、ケイちゃん。へいへい。あらゆる環境に対応して最善手を模索するのが我が部の趣旨だもんな。つまり休日だろうとお構いなしってわけだ。我が部のことが分かってきたね。でどう？これさ、別に予定なんかねえし、嫌だって言ったら不先輩扱いでどんな罰ゲームを課せられるやら。そこまで分かってるなら断れないよね。もし OK ならいつもの待ち合わせ場所に1時集合。町へ行くから自転車で来てね。私一昨日の赤杯かなり根に持ってるからね。今日ははっきり言って負けないよ。上等だ。一昨日同様、一気に畳んで罰ゲームさせてやるぜ。せいぜい自分がやらされても辛くない内容にしとくんだな。そうこなくちゃ。つぶ違いがないもんね。
あら、ケイチ、上機嫌みたいね。お出かけ？そんなとこ。俺、みんなと町に遊びに行ってくるから。行ってらっしゃい。車に気をつけるのよ。夕飯までには帰ってくるのよ。へいへい、ちゃんと帰ってくるって。待たせたな。あれ、サトコとリカちゃんは？あの二人はここで待ち合わせるより直接街で合流した方が早いよ。そうそう、街で部活ってどういうことだよ。まさかみんなで覆面をして日が暮れるまでにいくつ銀行が襲えるかっていうのじゃねえだろうな。別にそれでもいいけど、それでも私は負けないけどね。兄ちゃんってね、なぜか現金輸送車の順路とか時間とかをいつもレナに教えてくれるんだよ。なんでだろうね、なんでだろうね。マジかよ、ミオン。レーナ、あんた何言ってんの。ミーちゃんごめんね、ミーちゃんごめんね。おい、二人とも、サトコとリカちゃんが先に待ってるんだろ。じゃれてないで早く行こうぜ。そうだね、じゃあ行こっか。目標は10億強奪。山分けしたらみんなで高飛びだぜ。側は来るの初めてだな。こっちにはね、ゲームセンターとかおもちゃ屋さんとかがいろいろあるの。みーちゃんが詳しいよ。ゲーセンもあるのか。俺、前は結構通ってたからな。ゲーマーの血がうずくぜ。ゲーセン通いなんてケイちゃん不良だね。今度来た時に案内してあげるよ。結構台数を揃えたいい店があるから。ひょっとして、あの店で今日、何かイベントでもあるのか？その通り。
勝賞金は5万円5万円。なんだよそれ。ケイチ王国の5年分の GNP に匹敵するぞ。皆様方、お待ちしてましたよ。おはようございますなのです。おう、おはよう、リカちゃん。さあ、とこ、警察が来る前にケリをつけるぞ。目標は10億強奪だ。は？ケイチさんの話がわかりませんわ。遅くなったかな。リカちゃんたちは今来たの？今日は早く終わったので、だいぶ待ってましたですよ。そりゃ悪いことしたわ。こっちはケイちゃんがなかなか来なくてさ。ケイチでは仕方ありませんですよ。もちろんケイチさんでなくては務まらない大役でしたよ。実に嫌な大役だな。こんなので丸く収まると思ったら大間違いだぞ。ケイチさんがぶったケイチにいじめられてかわいそかわいそですよ。うむ、やっぱりこれが正しい丸い収め方だよな。前歯が欠ける前に新しいオチを探した方がいいと思うけどね。おもちゃ屋の常連って何なんだ？ほら、ケイチさん、奥をご覧なさいませ。まさかこれって部活の会場なのか？驚いたかい、ケイちゃん。私、この店のおじさんと仲良しでね。たまに客寄せイベントってことで、ゲーム大会を開かせてもらってるんだよ。そうなの。いつもは5人だけど、今日はもっともっと大勢での部活なんだよ。考えてること手に取るように分かりましたよ。ほう、じゃあ試しに行ってみようか。言うぞ、せーの。ね、ケイちゃん。
今日は楽しめそうでしょ。まあな、ライバルが何人増えようが狙うものに変わりはないさ。ライバル？はあ、ケイちゃん、クジラが水を飲むとき、今飲んだ水の中に何匹シラスが混じっていたか、いちいち数えてると思う？本気なのは私だけじゃないよ。ほら、リカちゃんを見てごらんよ。なんだありゃ。僕も頑張るのですよ。ファイト、オーなのです。ファイト、オー。今日は楽しくなりそうだね。頑張るよ。はうわ。恥も外部も捨てるくらいに本気だな。ケイチさん知らないんですの？賞金の5万円ミオンさんの自腹でしたよ。何？ケイちゃん、私の顔に何かついてる？最高の舞台じゃねえか。面白くなってきやがったぜ。もちろん一番戦いたくないのはミオンさんですけどね。何度か部活で奴と視線をくぐったが、今日ほどヤバいと思う日はないぜ。
ミオンさん、一昨日のポーカーで負けたの相当根に持ってるみたいでしたよ。らしいな。つまり今日はミオンの復讐のための特設舞台ってわけだ。私とケイチさんがなんとなく置いてきぼりですわね。いかがでございましょう。なんでしたらスマートに初戦をお手合わせ願えませんかしら。そうしよっか。俺もエンジンがかかるまで鳴らしよし。そんなに俺を初戦で消したいかよ。殺気が隠せてないぜ。あら残念ですわね。ケイチさんにしてはなかなか慎重でしたよ。あはははは。卓の競技方法なんだけど、これは各卓で好きに決めていいよ。このお店にあるゲームなら何を使っても OK。 ミオン、質問いいか。みんな自分の得意ゲームを主張して決まらないんじゃねえのか。紳士的に決めてほしいけど、そういう時は店のマスターが決めるってのでいい？
当然わかってると思うけど、部活メンバーには一般参加者とは別に罰ゲームがつくからね。そんなことだろうと思ったぜ。内容はなんだ。勝者が敗者一人一人に一個命令。敗者一人一人に命令、つまりビリでなくても罰ゲームってことだな。そういうこと。勝者がない場合は、部活メンバーが全員途中で脱落したらお流れか。ゲイちゃん、のびそは元気？何？我が部の再生鋭がどう間違ったらこんなひよこども相手に負けるってんの？ケイちゃん、初戦で消えて私に恥かかさないでよ。見てろ、ただミオンにいじめられてたわけじゃないってことを見せてやるぜ。会おうね、決勝で。あれ、お前ら学校のクラスメイトだよな。あ、どうも、富田です。彼は岡村です。悪いな、どれも知らないゲームなんだ。もっと知名度の高いやつにしてくれ。これなら俺も知ってるよ。二人も知ってるよな。ルーレットを回してゴールを目指す。最後に精算して一番お金を持ってるやつが勝ちだ。
1,2,3,4 出産祝いをもらう。全員から5000ドルもらう。悪いね。1,2,3,4,5,6,7,8 っと。ボーナス。銀行から10万ドルもらう。1,2,3 出世コースに進む。読みますよ。犬も歩けばくたびれる。決まったね。かわいいかわいい。レナ、買ってもこのカルタちゃんと買うよ。お持ち帰り。買う。Thank you.
場。悪いけど僕も優勝賞金を狙ってるんだ。悪く思うなよ。決まったな。そんな、確かにここはハートのエース。勝負はまだつきませんの？センスないですわね。やるじゃねえかい。ハートのエースなんておしゃれな罠をかけやがって。相手を仕留める罠はほんのちょっぴり。それも一個で十分ですよ。リカちゃんが釣ってるのは多分魚じゃないと思うな。リカにしかできない、リカだから許される大技ですわね。前原さんの番ですよ。ああ、すまんすまん。俺の番か。1、2、脱税の追徴課税5万ドル支払う。
戦かな。岡村、あなた今いくらぐらい持ってたんですか。98万ちょいくらいかな。富田はどれくらいお金持ちですか。うん、僕は88万ドル。まだまだ逆転できる位置だね。で、ケイちゃんはいくら持ってんの。仕方ねえだろ。このゲームルーレット回す以外に何も作戦がないんだぜ。イカ様があるとしたらなんだよ。二人に目をつぶって100数えてもらって、その隙にルーレットに細工でもするのか。そんなのできるわけねえだろ。ブー様ですわね。一度は好敵士と思ったのに幻滅でしたよ。投げちゃダメだよ、圭一君。何か逆転があるはずだよ。頑張ろ。最後まで頑張ろ。したよ。みんな本気なのに、ケイちゃんだけは本気になってくれなかったね。本気ってなんだよ。気合でルーレットの目をコントロールしろってのかよ。そんなのできるかよ。本気のケイちゃんならそのゲームでも開始10秒で蹴りをつけてたね。そんなに怒ることないよ。待ってよ。進めます？前原君は投了でいいかな。富田くん、岡村くん、取引しよう。俺を勝たせろ。
話は最後まで聞け。お前らの望みは何だ。優勝して5万円か。そりゃそうですよ。5万なんて大金、二度とないチャンスですよ。仮に優勝したとして、お前らその5万で何をする。どんな楽しみ方をする。新しいゲーム買うとか、お菓子とか、ジュースとか。小せえ小せえ、バカかお前ら。じゃあ前原さんが勝ったらどんな楽しみ方があるって言うんですか。俺か。そこが本題だ。今から言うことを黙って聞け。まず富田君、君は里子萌えだよな。否定すんな。そして岡村君、君はリカ萌えだな。赤くなるな。萌え一緒。この推薦男のロマン。例えるなら永遠にたどり着けないエデンの園だけど目指すんだろ。それは俺たちのハートに熱い魂が燃えよと叫ぶからだ。俺が優勝したら富田君、佐都子を一日首輪付きで君の妹にしてあげよう。そして岡村君、君には猫耳リカちゃんに手綱をつけてお散歩させてあげよう。そんなことそんな、うるたえるな。お前たちは俺に無理やり付き合わされたことにすればいいんだ。前原先輩のわがままの犠牲者なだけ、いやいやでいいんだよ。わかってる。お前たちの胸の内は全部わかってる。俺は灰色の学校生活を送ってきた。それがどんなにつまらない、人生の大切な時間を浪費したことになるのか身をもって知った。だから後輩のお前たちにはそんな時間を過ごしてほしくないんだよ。自分に素直になれ。夢を追え。そして叶えろ。俺が叶えてやる。じゃあ、いいな。行くぞ。せーの。ゲーム終了。ケイチさん、どうなりましたの？勝敗は？俺の完全勝利だ。なんですって。あの状況どうやって
ってひっくり返しましたの？家庭なんか必要ないよな。男と男の決着だよな。ああ、みんな、うわーすげえ、 やったよケイチくん、わーい。これが俺の本気ってことだよ、ミオ。ふっ、遅えっての。じゃあこれで部活メンバーが全員一回戦突破ですわね。ということは今度はみんなで対決だね、対決だね。僕はもう賞金で買うものを決めていますです。もちろんですわね。ミオ、失敗だったな。お前はさっき俺に助言すべきじゃなかったぜ。ひよこが私に勝つなんて100万光年早いって。ミオ、光年は距離の単位だぞ。これだけ豪華な面々が揃ったんだからね、今日という日を急ぐのが惜しいよ。ミーの言ってる意味が難しいです。まさかてめえ、今日の勝負を部長園崎美音が預からせてもらうよ。勝負方法と日時は未定。ギャラリーは多い方がいいね。雛見沢も沖宮も全ての人間の目の前でこれ以上ないくらい徹底的な決着をつけてあげるよ。逃げる気ですの？いくら美音さんでも卑怯ですことよ。ひよこが生かされたことにまだ気づかんか。また会いましょう。せいぜい首でも洗っとくことね。逆さにして、サンズの川に叩き込んでやるぜ。
逃げるな、ミオン。部長なら逃げるな。俺と戦え。あ、ごめん、ケイちゃん。私これからバイト。せっかく暑くなってきたのについてないよ。おじさんの店でさ、特売にお客が殺到してるらしくてさ、レジが足りないから助けてって電話があったんだよ。おじさんってなんだ、スーパーの店長でもやってんのか。ささやかなお店だけどね。でもさ、特売やれば主婦が殺到するのを常識で読めないのかね。店員足りないのに卵1パックをお一人様1点限り10円なんてやるな。私こそ頭がジンジンしびれるくらい燃え上がったよ。特にケイちゃん怖かった。あの場で本当に噛み殺されるんじゃないかって思ったね。お仕事だから仕方ないけど本当に残念だね。この続き本当にやりたいですわね。いつがいいでございましょう。綿流しのお祭りでやるのなんていいですよ。綿流し祭五強爆投か。そうだね、考えておくかな。私、週刊漫画みたいないい加減なノリ大好きなんだ。こんな痛快な部活が近いうちにまたできるといいね。今日はみんな本当にありがとう。おかげでイベントは大盛り上がりだったよ。大したものじゃないけど、これ今日のおだちんに。あ、吉郎おじさん、私にはないの？おだちん。あらあらあら、かわいいのが出てきましたわよ。俺のもかな。の、なんだかやたら可愛いのが出てきたぞ。一番似合わないのが出てきちゃったね。なんつうのか、プリティっていうかキュートっていうか、可愛いのは認めるんだが着せ替え人形はちょっとな。ケイちゃんが持ってたら確実に明日から
あれな趣味の人扱いだね。うん。保身のためだよ。レナにあげないと夜道が怖い。違いない違いない。ミオンにあげようかと思ったけどちょっと違うよな。分かってるじゃない。私さ、どうして男に生まれなかったのかなと思う時あるよ。女でよかったな。男だったらもうとっくに殺してる。今のうちに殺しといた方がいいよ。じゃないとケイちゃん死んで後悔することになるから。来世では神様に男にしてもらえるように頼めよ。俺も男にしてもらうから。そしたらケイちゃんと組んで軽く全国制覇から始めようかね。最高に楽しかった。またね、みんな。明日は学校で。バイト遅刻すんなよ。もうちょっと街で遊んでいく？それとも帰るかな？暗くなると道が怖いですよ。では引き上げ時ですわね。今日は本当にいっぱい騒ぎましたわ。そうだな。よっしゃ帰ろうぜ。レナがああなっちゃ悪いけど誰にも勝ち目はないな。だってすごい可愛いカルタだったんだもの。ほら買っちゃったんだよ。はう。リカも相変わらずですわ。理科にかかれば男どもなんて赤子の手をひねるようなものですわね。楽勝だったのです。どこまで計算づくでどこまでが天然なのか。理科ちゃんの行く末が実に怖いな。さとこちゃんだってすごかったね。最後は大盛り上がりだったよ。褒められるようなゲームではありませんでしたよ。ケイチも最後はとうとう牙を剥きましたです。まあな。俺は追い詰められてからが強い男なんだ。富田さんたちなんだかすっごく応援してましたけど、何ですかしらね。富田と岡村に何か約束してましたです。きっと内緒話なのですよ。内緒話、はあ、なんだろう
には時に戦いを通じてしか語り合えないものがあるんだよ。ご覧なさいませ。夕日が綺麗でございますわよ。